昔のことなんで、時効かと思い10日。学生時代の仲良し5人組、メスマークのうち、相次いで2人が結婚することになった。先に式を挙げたのは、小柄ながら超スレンダーで、クールビューティー系の A。ドレスショップの店員に、重厚で荘厳な広い会場には、不似合いだと反対されたにもかかわらず、本人の強い希望で選んだ、マーメイドラインのドレスがよく似合い、会場に負けないくらい、圧倒的な存在感を放っていた。これに、強く感銘を受けたのが、次に結婚する予定だった B。B は平均的な身長だったが、割とがっしりした骨太系で、大柄な印象があり、学生時代に続けていた水泳のせいで、肩幅が広く、逆三角形の体型。社会人になって水泳をやめたのと、仕事や結婚式の準備のストレスから、かなり太ってしまい。細々とやってたダイエットも、全然効果がないと嘆いていた頃だった。A の二次会帰りに、私も自分の式までにはもっと痩せたいな、と言っていたのが印象的だった。約1ヶ月後に行われた B の挙式は悲惨だった。バージンロードに現れた B は驚くほど顔色が悪い。ベール越しにもはっきりわかるほど眉間にシワが寄り苦しそうな表情で、メイクで隠しきれないほど目の下のクマがひどく、B 父や新郎に捕まっていないと倒れそうなほどフラフラして肩で息をしている。披露宴でもしんどい表情は変わらず、ぐったりしてて笑顔が全くない。司会者が気を利かして予定より早めにお色直し退場させたら、そのまま最後の参加者を見送る時まで戻ってこなかった。見送られる参加者の方もおめでとうの声より、体調悪いみたいだけど大丈夫？との声が多数。その後の二次会は B のみ不参加。直後のハネムーンは莫大な金を払ってキャンセル。当然 B の写真はほとんどなくて、わずかに撮れた写真の B も実年齢よりずっと老けて見えて気の毒なほどだった。後日聞いたのだが、 A の式の直後から B は飲まず食わずの無謀なダイエットを敢行し、軽い脱水症状や貧血で倒れたことが何度かあったらしい。周囲から再三止めるよう言われても強制勧告したそうだ。しかし、ここで最も不幸だったのは、文字通り決死の覚悟で荒行に挑んだ B だったが、ボディラインにほとんど変化が見られなかったということかもしれない。